スカモルツァは、モッツァレンラに似た牛乳から作るイタリアのチーズである。牛以外の乳からも作ることができるが、珍しい。スカモルツァは、パスタフィラータという製法で作られるカードで、新鮮なカードは、自身の乳製の中で数時間熟成され、ラクトースが乳酸に変換される作用により、酸化される。チーズ職人は、一般的にチーズを丸く作り、 上から3分の1程度のところで結ぶようにし、吊るして乾燥させる。その結果、梨のような形になる。チーズの色は、燻製しなければ白色である。燻製した場合は、内部が明るいアーモンド色になる。燻製にしたものは、アフミカータ。燻製の工程を省いたものは、ビアンキといい、燻製ものの方が人気があるという。スカモルツァは、 多くの料理においてモッツァレンその他のチーズの代用として用いることができるが、チーズの味がより強くなる。また、焼くとより溶けやすいと言われる。燻製したスカモルツァをモッツァレンの代わりに用いると良い風味がつく。イタリアではスカモルツァは北部よりも南部の方で多く作られる。厳密に言えば、プッテアーシュー及びカラブリア州シューの製品を指す。 しかし、燻製したもの、しないものともに、国全土で手に入る。マリオバターリは、グリルしたスカモルザを、ナポリ料理における伝統的な料理としている。バーリのスカモルザは、羊乳から作るのが特徴である。ありがとうございます。